こんにちは、ポケが投資家です。今回も、ポケモンカードの中から、どれが投資に向きなのかっていう今月の買いっていうのを説明していきたいと思います。まあ、個人の感想なんですけど、それでよければって感じです。Vスターユニバースですね、今回説明したいので、シャイニートレジャー EX が発売されて、もう多分生産されないんじゃないかなとは思われるボックスなんですが、定価がまあ6000円ぐらいか。それでまあまだ今でも2倍くらいで売れてますね。ボックス自体は高いんですが、個々のカードは安くなってるって感じですかね。まあ、ピカチュウ一番近い高いピカチュウアートレアもちょっと安くなってそうな感じはありますね。まあ、ボックスっていうよりも個々のカードをおすすめしたいですね。個人的には、ね、だいぶ値下がっているので、これはかなり安いですね。これ3つで2000円なんですけど、バオッキーが 1枚だけで2000円ぐらいしましたから、もう1枚1000円ぐらいに下がってて、これも500円500円両方って感じですね。だいぶ安くなってます。トップレアの多分女性カードがあったと思うんですけど、それを買ってもいいですし、神釣れ8000円か。神釣れはそこまで安くなってないかなって感じはありますね。まあまあ、その量産する前、今年のそうですね、夏前ぐらいからあんまり変わってないかなって感じですね。今年の夏以降ガクッとまた量産が入ったので安くなってるかな、量産が入ったので安くなったなって感じですね。リザードンも高かったんですけど、かなり安くなってますね。5000円ぐらいしたのに今3000円ぐらい。これもいいですね。これ絵がかっこすごくいいですね。エアドがあると思うんですけど、まあ2500円ぐらいだったんですけど、半分になっちゃったかなって感じですね。半年ぐらい前と比べて、EV 付けも結構高いんですけど、半額になってて、どれもそのご自分の予算に合った感じで買っていけばいいんじゃないかなと思ってますね。ちなみにバオッキーは、チーカーの方のイラストレーターなんで、僕も結構欲しくて高い時に買いましたね。1枚高値掴みしました。2000円買って今1000円ぐらいなんで、だからまあベタに女性系か EV 系が上がりやすいんじゃないかなと思いますね。一番日本語版で、もし長野先生にサインもらえる機会があったら、これにサイン書いてもらいたいなって思ってましたけど、ちょっとサインカードについては、まあ、価値は出るんですけど、日本ではあんまり人気ないっぽいですね。海外人気はあるんですけど、海外というか、まあ、サインカードは海外ではかなり認知されてるんですけど、日本ではあんまりって感じですね。まあ、いつかはちょっとサインドカードを輸入されると思うんですけど、ピカチュウアートレア、これが一番高いカードか、 V スターユニバースで。 V スターユニバースの年末スペシャルボックスはだいたい2年前ぐらいは、半年ぐらい生産期間が、でだいたい春ぐらいにはもう VMAX クライマックスだったと思うんですけど、半年ぐらいで生産終わっちゃう感じだったんですけど、あまりにも人気すぎてポケモンがかなり生産したみたいですね。まあ、たくさん生産しないと景品表示法違反にもなるからしょうがないというか、まあ普通かな、ビジネスとして普通かなっていう感じではありますけど、どうでしょうか。これも2000円か。3500円ぐらいだったのに2000円になっちゃった。でも今買い時っちゃ買い時で、おそらくそのブームだったの、今年の夏くらいが一番ブームだったので、まあ、高値掴みした方も結構多いような箱だと思います、 V スターユニバース。でも今、かなり下がってるので買いじゃないかなと思います。でこうだいたい底値っていうのはずっと底値が続いて一気に上がったりするんですね。こうじわじわ下がってずっと底値の期間が大体長いんですよね。一番もうちょっと何を言ってるかわからないかもしれないですけど、大体 FX 的な考え、 FX とか株とかの同じ
考え方で考えると分かりやすいかなっていう感じはあります。